日本福岡県久留米市西町地区の中核に位置する花畑駅西町は福岡県久留米市の中央部に存在する地名である。住居表示は未実施であり、住所表記は久留米市西町で始まる。本校では2010年に当地域から分割された花畑地区についても記述する。こちらの住所表記はまたは久留米市花畑1丁目、2丁目、3丁目で始まる。 県道758号線の広又交差点から西町交差点までの区間を中心に広がる南北に長い区域でほぼ全域が住宅地となっており、区域の中央を地区五川の支流である金丸川が東西に流れる。また、市の中心である西鉄久留米駅にほど近い上、久留米市の市政施工事からの市域であったため、住宅数が多く、 区域内を走る日本の県道以外の道路は、ほとんどが非常に狭く、道路が複雑に入り組んでいる。戦前は隣接する南町地区に、陸軍関連の施設が多数あったことから、現在の花畑地域には、飲み屋街や遊郭などといった場所も多く存在したが、宅地下の進行で王子の姿はほとんど止めていない。現在は、チョンの間が少数残る程度である。以前は、 区域内に中心と言える場所は特に存在していなかったが、2005年に、花畑駅周辺の再開発事業によって、西鉄天神大牟田線花畑駅の高架化や、花畑駅、花畑交差点を中心とした再開発、区画整理、また、道路の再整備や金丸側に架か,かる橋の架け替えが行われた。後に2010年11月27日から、 花畑駅周辺区域のみ住居表示が実施されて、花畑という独立した行政区分に変更された。市町村制が施行される以前の町域は三井郡西久留米村の中に含まれており、1889年の施行とともに西久留米村のうち現在の西町にあたる部分だけが久留米市に編入され、市街地の生誕の地域となったため、この頃からすでに クルメ市街地の一部となっていた。花畑は旧クルメ藩主の有馬氏が所有していた邸宅にあった花畑から、しばらくはただの小技であったが、後に正式な地名となった。ありがとうございます。